中山義道から1981年は、日本の武道家。流派は、神道無念流剣術、無双神伝流以来、神道無双流上術。称号は大日本武徳会剣道教師、以来術教師、上術教師。陽名は新吉。武道家、中山博道の長男として生まれ、父の道場有信の官において、神道無念流剣術、律居来、 無双神電流以来、神道無双流上術を学ぶ。広道は直門には厳しい人物であったが、実施の全道には特に厳しく、お前など一生かかっても師範になれぬなどと叱り通しであったという。その後、神道無念流の免許を授けられ、広道の後継者として職望されるが、1945年の太平洋戦争敗戦後、 占領軍に剣道をはじめとする武道が禁止され、広道は戦般容疑者として一時習慣。有野武官は戦後の混乱で人手に渡った。1958年、広道が死去。これと前後して、全道は剣道界から消息を絶ち、人々の記憶から全道の存在は薄れていった。剣道日本編集部からの依頼で、有野武官にまつわる読み物を書くことになった。 道本明彦は手を尽くして全道の消息を求めたが分からなかった。その後偶然から全道の消息が明らかになり、全道は取材に訪れた道本に対しこれまで沈黙して淀んでいたものが一挙に吹き出る感じで話し始めたという。道本はこの取材をもとに中山博道剣道口実集、中山博道有井の武漢などを表した。 戸部慎十郎、明治剣閣伝日本剣豪丹246ページ、公文社、堂本昭彦、中山博道有信館7ページ、島津書房、ありがとうございます。